東日本は天気下り坂です。北陸や東海地方はこの後夕方には雨が降り出しそうです。今日の天気アイコンを見てみますと、東海や北陸、あと甲信エリア、雨のアイコンが見られます。まあ、この後今晴れていてもこの後雨が降り出す予想です。関東雨アイコンありませんが注意が必要です。では雨の予想を見ていきましょう。こちら午後1時から見ていきますが、この時間東海地方北陸雨は予想されていませんが、夕方になってきますと雨雲が流れ込んできそうですね。東海地方などを中心にまずは本降りの雨ということになりそうです。そして夜になってきますと関東地方隙間はあるんですが雨がところどころ予想されています。このため関東地方雨のアイコンありませんが、念のためこれからお出かけの方は念のため、折りたたみの、傘持っていった方が安心です。一方東海北陸などは夜遅い時間ほど雨、強まりますのでね、その点もお気をつけください。詳しい予報はウェザーニュースアプリでご確認ください。